でかく気持ちいいか。よし、ちょっと行くぞ、歩くぞ。母親の性器を見るっていうのはちょっとなかなか勇気がいることだと思うよ。カズちゃんと俺、たった一日の空白。あなたはどんな生き方を選びますか？大正2年の何月何日だっけ、誕生日。テレビ東京が追い続けた3520日をついに映画化。カズちゃんと俺。